お？よいしょ。なんだろうこれ、洞窟？洞窟っぽいな。ん？ほう。ボンファイアリット。まあ、しっかりダンジョンだな、これは。なんだろう。モーンの行動。はい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 。行ってみますか。あ、ここあれなんだよな。多分、打撃系だよな。ここのやつだって結構なんか、打撃に弱かったイメージが。なんかすごい最初の頃一個行動行ったんだよな。なんか、ストーム。あ、違うな、これ。普通にアジンだ。お前らか。なるほどな。お前らにはちょっと縁があるからな。ここジャンプでいける感じ？あー。やべやべやべ。えぐいて、えぐいて。あ、でもダメージ食らわなかったな。はい。はい。楽でいいね。剣で戦えるのは。普通に。なんやお前は。この野郎。待て、こいつは剣ダメだ。多分。このアジンたちをとりあえずやるべきだな。なんだお前は。なんか、うさんくさい天使みたいな。うさんくさいキューピッドみたいな、この。この野郎。寝とけ、ボケ。こいつらが確か、フレイルが良かった気がする。やっぱり、なんか打撃に弱いんですよね、なんか。確か剣で、まあ、この剣だと強いから、なるほど、なんか背中がね、ほらほら、硬くて、いけないんですよ。だからフレイルだとなぜか入るんですね。もしかしたら打撃武器でも通らないのかもしれない。フレイルだから通るのかな？わかんないけど。フレイルの、まあ要するにその、まあその、まあポテンシャルですよね。要するに僕が言いたいのは。ほら、全くひるまない。パンパンですよ。2発2発。パツパツと。パツパツとやって終わりっていうね。非常に楽な仕事でございます。上ってどうやって行くんだろう。戻れなくなっちゃったな。なんやね。とりあえずいいや。こっち行ってみるか。なんか今開けたとこ出そうだったかな。ここはアイテム。ふんわり麺。肌触り良さそうだね、うん。コットンのね、やっぱね、T シャツとかが好きなんですよね。あの、化繊がね、ポリエステルとか入ってる服があんまり好きじゃないんですよね、僕。なんでか。疲れちゃってんの？疲れちゃってる人じゃないこれ。あ、これ。こいつらもね、痛い痛い痛い。出血のものがあると。あ、これ、ちょっと、盾じゃなかった。ランタンが。いいよ。ほい。結構広いか？思ったより。そんな気がしてきた。まあ、単純に広いくらいなら別にいいけど。はい。弱いな。サクサクいけちゃうんだが。やっぱフレイだとこいつらはちょっと苦手か。2発にならないな。痛えな。はい。ちょっと待って。ちょっと俺1個疑問に思った。もう1個のとこ何だったんだ。これなんか進んでるよな、普通にな。ちょっともう1個のとこ見ていいですか。俺いつもね、分かれ道をね、すごく悩んじゃうんですよね。なんかどっち行ったらいいんだろうみたいな感じで。で、なんかいつも、なんか、あ、こっち寄り道ルートっぽいなっていうとこ行くと、なぜか、脇道に出てしまうという。お、あれ？え？違うか？これ開くの？開いちゃった。え、ボスじゃないのこれもう。違うの？ボスっぽくねこれ。いや、これボスだろ普通に。この広さ。いや、ボスじゃん。鱗の根種。ってことらしい。ねえ、後ろ取れんの？取れんじゃん、後ろ。なんだよ。何が鱗の根種だよ、お前。どんな顔してんの？どんな顔してんの？顔見してみ？変わんないじゃん。変わんなくね？なんか、いつもと一緒じゃね？いつもと一緒って失礼だけど。後ろ取れるしね、単純にね。何が根種だよ、お前。混ざったからなんだってレベルだよ、お前、本当に。なんか若干、知能がさ、知能が低くなってさ、なんか弱くなってんじゃないの、これ。何してる？それ。
紅茶買うのか。取れなかった。今のは無理。角度が違う。最後ケツで終わらせてやるよ。ほら、じゃあな。何が鱗の根子じゃ。人間に生まれ変わってこい。以上だ。錆びついた鎖、なんだこれ。お、これか。お、かっこいいね、これめっちゃかっこいい、これすげえ。何これ、超かっこいいじゃん。フック船長のビッグバンみたいな。ビッグバンフック船長じゃん。ねえ。筋力26。脳筋武器か。めちゃくちゃかっこいいな、これ。これいいね。お、これいいじゃん。うわー、なるほど。モーンの行動はここです。ここです。ここにあります。モーンの行動。これ取れます。この武器。まあ、気になる方は、これ取りに行ってください。ここですよ。はい。モーンの真ん中ですね。モーン大陸の真ん中。モーン大陸じゃないけど。ここにあります。ここの、うろこの根子というね、めちゃくちゃ弱いボスを倒せば、取れます。もう楽です。よかったら見に行ってみるといいんじゃないでしょうか。